はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。はい、今回なんですけども、ちょっとね、ツイッターで見かけたことにこれは俺は違うでって思うことがあったんで、うん、それについて話そうと思うんですけども、まあパフォーマーさんっていろいろ大道芸とか、まあミュージシャンにもストリートミュージシャンとかっているじゃないですか。で、それでバーってお客集まって観客の前でこうなんかパフォーマンスするのはいいんですけども、うん、投げ銭要求、つまりカンパしてねってやると急に人が去るっていうのをつぶやかれてて、でちょっとはミュージシャンパフォーマーの気持ちも分かってほしいっていうツイートがあって、でちょっと僕ツイッターで言ったんだけど、それちょっと違うんちゃうっていう話をちょっとこれやっていこうと思うんですけども、これなんか前動画上げたあれとなんか似てますね、あの手拍子。あ、手拍子似てますね。要求する手拍子を要求するうんぬんとかも似てますけども、ね、今回投げ銭なんでもっと、はいはいはい、分かりやすく結果が出ちゃう形ですね、まあ、ですね、お金なんでね。でも、これ僕が思うに投げ銭くださいって言ったら人さんの当たり前なんですよ。そりゃそうでしょ。だってそういうもんなんですよ。お金ください言うてるんでしょ、うん、そう面と向かって、まあ、我々もやりますよ、あのちょっとよかったら乾杯してくださいっていう風な感じで、うんうん、でもひどいのあったもんな、その人前にこう行ってこうお客さんとしたらこう人前に行って、あの少しでもいいんでお願いしますって、これはあかんって、もう強制やからね、こうなるとほんまにね、うん、断れない人とかは入れちゃうじゃないですか、うんうん、でも意思がなくても入れちゃうでしょ、もうでも気分的には良くないですよね、良くないですよね、なんで入れなあかんねんって思う、簡単なんですけどね、その自分がやら、ね、それを同じことをやられた自分どう思うの、そう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 、例えばさ、ね、じゃあこのなんか投げ銭、うん、要求したら、人が去って、うん、もっと僕らの気持ちを分かってほしいって言ってるこの人は、うんうん、スーパーの試食あるじゃないですか、タダで試食できると、はいはいはい、試食したら絶対買うんかと、うん、僕は思うわけですよ、うん、買わないでしょ普通、買わない、ね、試食したからって必ずその時買います、うん、買わないでしょ、うん、美味しかったら買うでしょ、うん、あ、この商品欲しいわと思ったら買うでしょ、うん、でそれと一緒なんですけどね、うんうん、パフォーマンスも、うん、まあ、このパフォーマンスまた見たいわと思ったら言えるかもしれへんし、うんうん、まあ、この YouTube で僕らもたまに言ってますけど、僕らは別にその入る入らんは全然何の気にもしてへんので、あの別に何だろう、もらえると思ってやってるわけじゃないんで、やっていただけたら嬉しいなっていう、いやいや、そうですよ、だからもう正直その投げ銭要求とかカンパとか、まあ、CD 打ったりしてますけど、僕らもあれって自分たちの能力を測る数字なんですよ、うんうん、あ、そうです、あの、ね、分かりやすいこう評価の基準じゃないですか、うん、言ったら少なければ自分たちがダメなんですよ、もっと頑張らなあかんなっていうふうに思うので、まあ YouTube のなんてもう再生数で出るぐらいなんで、うんうん、もうダメやったら再生数下がるだけなんで、でもある意味の指標として見なきゃいけないところをもらってまあ当然だまではいかないんですけど、まあ、なんかそもそもがもらう前提でやってしまうとちょっと良くないよねっていう話、ね、いや多分その気持ち的にはこうないと思います、あの、うん、自分らこんだけ一生懸命やってんのただで、うん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 、見てんねんからカンパぐらいしてよみたいな、自分らはこんな頑張ってんのにって、うん、なんかめんどくさい女の人みたいな感じですよね、うん、私こんなにやってんのにあなたはなんで私の方を振り向いてくれないのみたいな感じでしょ、そんなもん知るかいよお前が勝手にやっとることやないけって思うじゃないですか、そうそう、でこれはね、やっぱ相手乗せること大事で、いや、そうですよ、乗せてそのお客さんが本当に喜んでくれたら、うん、あの、まあ、100円でも200円でもジャリンとしようかなと思いますし、うん、そうじゃなかったらしないですし、まあ、本当そうです、乗せなかったらただ単なる一方的になんかこう自己満足を見せつけられてるっていう感覚になるので、見てる側からしたら、うん、だからそれってなんかパフォーマーとかミュージシャンの人それやったったみたいな感じ、うん、やったってんのに的なあるじゃないですか、それ誰もやって言うてないねんで、うん、やってって言ってないねん、あんたらが勝手にしとるやん、勝手にやってるけどやったってんねんっていう、なんかなんでしょうね、恩着せがましいというかそういうことがあるんで、だそれは違うぞと僕は思ってね、根底にそれがあるんですかね、そういうふうにこう言っちゃう方々っていうのは、うん、あのね、正直僕らも、ね、まあ動画では何回も言ってるんですけども、いろんな事件があったんですよ、うん、あのいろんなミュージシャンね、まあ良かれと思っていろんなところにこうミュージシャン紹介 していったんですけど、まあ、ことごとく事件になりまして、うん、やっぱりその偉そうなんですよね、これ全部に言えるんですけど、結構なんかあるあるですよね、あれなんでなんでしょうね、ミュージシャン偉そうにするっていうなぜかと偉そうなミュージシャンっていう、あの売れてないミュージシャンほど偉そうなんですよ、無名のね、あれ不思議なんですよね、あー
ほんでなんかその紹介したところにすごいもうミュージシャンだからみたいな感じで偉そうに言ってあれやこれや要求したりとか構成合わせみたいに言ったりとかしてむちゃくちゃになったことが結構あるんですけども、だからもう僕そのミュージシャンを紹介するということをやらなくなっちゃったんですよ。音楽やってることだからって特別な人かって言ったらそうでもないんだよね。言ったらね、あの需要があって初めて成り立つんで、その人たちを見に行きたいとか CD 曲がいいとかで CD 買ってくれたりとかそういう人たちがいて初めて成り立つんですけども、そんな頼まれたようないところに行って、ね、なんかその、ね、なんていうの、そのミュージシャンの気持ちも分からずにみたいな、投げ銭要求したらすぐみんな去っていく。それはでも自分が負けてるだけの話ですからね。それはもうパフォーマーの負けですからそれって、と僕は思って、非常にそこはあの久しぶりにちょっとこれちゃうんちゃうんけみたいな、もうこれはちゃうやろみたいな、ね、一言言うんですけど、そういう人って絶対上達しないです、しないですね、成長もしないですし、だって自分ここまでやってんねんっていうところがもうピークなわけでしょ、それ言ってる人って、うん、そうやな、もうその自分がもう今ピークで一番偉いってなってるもんね。そう、もうこんだけやってるピーク持ってきて、なんでお前ら分からへんねんみたいな言い方でしょ。いやいやいや、だからあなたがその人の心を動かすだけの技術だったりとかパフォーマンスができなかったからそういう結果になってるんですよ、っていう風な、売れないのは自分の原因ですからね。そうですよ、他人のせいじゃないでしょ、うん僕らももろそう思ってますから。いやもう本当になんかもっと頑張らなきゃいけないって思ってるんで、やっぱり実際こうやってね、あのリアルに評価が見えるコンテンツをやってるわけじゃないですか。いや、分かりますよ、ほんまこの YouTube もろ出ますから ねね、いろいろちょっとこう、まあ、もっと頑張らなあかんっていう要因がいっぱいあるんですよ。もう、まあ、ちょっとここが改善せなあかんなって常日頃思ってるんですけど、これがマックスだとも思ってないですし、まだまだマックスとしか思ってないですし、やることいっぱいありますよ。いや、それはそうですよ、本当に、なんかそれ、まあ、ちょっと今年はいろんな企画もちょっとしようかなってさっきちょっと話をしてたんですけど、ちょっとあの今日はね、こう生配信しない日なんで、ちょっとその辺の話も会議しようかなとか思いながらね、それ楽しいじゃないですか。そうやってやっていく方が次自分たちがどうやって向上していこうって考えた方が絶対面白いねんけども、なんかそういう人たちってなんか今はスターだからみたいな、いや売れてへんのにスターだからみたいな感じで、何をもってしてって、なんかもう評価の基準を間違えてしまってるんでしょうね。こう他人に送るんじゃなくて自分でもう評価を決めちゃってるっていうところはすごくもったいないなっていうふうに思いますね。評価は他人がするもんですから、見てる人がするんで、他者評価が全てですって。あの、まあ、パフォーマー音楽家とか誰でもそうですけど、自己評価が高すぎるんですよね、基本的にね、うん、自分はなんかすごいみたいな感じになっちゃってるんですけども、うん、そんな全然だ、それって他人が決めることなんで。そうですよ、うん、まあ、上手い下手もそうですし、その、まあ、この人聞きたい聞きたくないっていうのは他人が評価することなんで、他人からの評価が得られなければそれはやってる方が負けなんで、うん、あ、まあ、そこをもうちょっと分かってほしいなっていう、ね、偉そうな人が本当多いんで、そういうのってね、不思議と伝わるんですよね、伝わりますね、人に、うん、なんか言ってなくても、うん、もうその雰囲気で全部伝わってるんで、うんうん、だからこうなかなか人が集まってこないとか、うん、まあ、見てもらってたとしてもカンパという形で帰ってこないとかね、うんうん、っていうのはあるので、だからなんかあの、うん、我々が行ってたフェリーライブとかでもいろいろ新しいですから、そういうの ね、あのミュージシャンが偉そうにしすぎて、うん、あのなんかいろいろ文句言うたりとか、うんうん、でなんかそのお客とどんちゃん騒ぎしたりとか、酒飲んでとか迷惑かけてみたいなのが多くて、なんか結構そういうのがもうビール飲んだままステージ上がったりとかね、あ、一番やったらあかんやつですね、結構多いんですよ、多いです、多いです、お酒持ってステージ上がるって、うん、なんかもうひどい人とか酒瓶持って飲みながら歌ってってちょいちょいみたいなね、うん、まあ、その酒飲んでやることが悪いことかでも、その環境によりけりだと思うんですけど、その一般の場でそれやるのどうなんていうのがありますね。その自分のファンだけの前でやるんやったらいいんですけど、他の人がいるところであんまり僕は嫌ですね、まあ、アウェーでする時ですよね、なんか感じ悪く見ちゃうっていうのはありますけどね。だからそういうなんていうんですか、もうちょっとその客観的に自分を見た方がいいんじゃないと思うんですけどね、そういう人たちはね、なんかもう、まあ、そうですよね、その投げ銭したら去るっていうのって当たり前やから、うん、僕らからしたらそんなん何回もあるやんな何回もありますよそんなもん。でそれに対して、うん、なんで入れへんねんって思うわけないですよ、ですよ、ああもっと頑張らなが何が悪かったでしょうかね、そうそうそう、みたいな、自分らが悪いねんもうだってそうそうそう、自分らが人気ないだけやもんな、そうでやっぱり自分たちがうまいこと言ったなってこう、うん、客の反応
みと思った時やっぱ反響ちゃんとありますもんね、うん、ちゃんとあるちゃんとある、ね、しくったなと思う時はほんまにあれね終わった後のあの寂しさそうそうそう寂しい感じで寂しさ寒や控え室行ってなんかもうシュンってなってるいやでもそういう経験しなあかんっていやもうほんまそうですよねおあれ辛いんですよ本当だら僕らはいろんなとこ行くと CD 売るのがまあメインになるんで、うんまあ、CD が売れた数があもうまあもろ評価ですよねあれってねもろ評価でございますで CD がドーッといった時はやっぱりちょっといいライブできたやなと思うんですけど、うんまあ、まあ売れない時はちょっとなっていうのがまあ考えたら売れてない時って意外と反省点やっぱり多いよねっていういやもう反省点しかないみたいなあるんですけどやっぱり CD がガーッていった時はもうお客さんも乗ってみたいな感じ でも自分がすごい乗ってその乗ってる波にお客さんも一緒に乗ってきてくれてるなっていうのが分かるじゃないですか、うん、ライブやってると、うん、そういう時ってめちゃくちゃ、うん、あの CD 売れます売れますねで自分が乗り切れへんのとお客さんとのそのなんかこうなんていうんですかね波長がめちゃくちゃちぐはぐやなっていう時は全然売れない、うん、あの福井行った時だともう 30% ぐらいの人が買ってくれますからね、そうですね、あれはちょっとビビりました3割ぐらいの人が CD 買ってくれてそうそうえげつないですよあれもうね CD 売ってるコーナー列ができてて どうしよう行列できてるどうしようみたいなそういうのを続けていけたらいいですけどもなかなかそこに、ね、パフォーマンスを維持するのってなかなか人間なんで難しかったりするんですよ、だから改善改善を重ねていくんですよ、うんうんうん、あれは良かったね、あれは良かったですね、ああいうのしたいね、ね、本当にね見ず知らずの人がの3割が CD 買ってくれるってすごいですからそうですよ、まあ、あれ30人40人ぐらいいてて、うん、10何枚か売れてるんだって、うん、あの時ちょっともう若干売れっ子ミュージシャンそんな気持ちなのかなみたいな控え室変えてニヤニヤしとったもんなそうなんかもう3人で大興奮やばいっすねやばいっすねー言うてやばいなー言うてやばいしか言うてへんかったですでもそれが気分がいたらこれがまだ難しいねなそうなんですよそうなんですよそれがね、あのこういうパフォーマンス難しいところでやっぱり生もんなんでそうあの傷んでる時もあるし油乗ってる時もあるしもういろいろなやっぱりこのコンディション出てしまうそれをなるべく平均化できる質量にしていかんとダメなんですよね、まあ、それがプロなんですけどね、うん、本当にね、まあ、そういうね、まあ、まあね、あのいろいろ経験してそのねあの投げ銭をしてもらえる人にならないとね、うん、パフォーマーはやっぱりお客さんありきのパフォーマーなんでやっぱり自分のなんかその感じとお客さんの反応っていうのをちゃんと見ながらやっていけばね、うんうんうん、あのカンパっていうかね投げ銭につながってくるんじゃないかなっていうふうには思いますよね、うん、実際に自分がやった実体験としてね、はい、この頃ランさんもなんかええこと言うようになったね賢いこと言えるようになったねちょっと待って私がすげえアホみたいな言い方やるかつてはアホみたいな、まあ、普段アホですけど普段だってルームさんやる前とか全然そういう感じってなかったもんなまあまあそうです ねあの、まあ、何も考えずに生きてた人間だったので最近そういうねちゃんと思考がちゃんと指摘ではるんですよでもそうですねなんでこういう風になってきたか人とひたすら関わるっていう現場を経験してきてるので人の心を動かすことの難しさも感じるし、うん、動いた時のそのなんか喜びも分かるし、ね、でどういう風に動かしていったらいいのかっていうその自分の乗せ方っていうのもね、うん、どんどん分かってくるので、うんそこはね、経験がもの言いますね、はい、習うより慣れるということです、 ですまあその投げ銭云々かんぬんね、そうですね、まあ、なくて当たり前なんで、はい、それをそのそ、ね、ないことに対してごちゃごちゃ言う人たちをちょっと気持ちを入れ替えた方がいいんじゃないのっていう僕たちの意見でございました。はい、はいはい、あ、以上ですね。以上です。はい、皆さんもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではでは、ありがとうございます。まあ、いい日見てよ。いや一人歩いていた僕が迷い疲れた夕暮れ風に向かいながら残された道しるべ夕闇の向こう